失礼いたします。朝の支度はお済みですか、マスター？本日ボディーガードの依頼を引き受けました、タマモビッチ・コヤンスカヤです。バレンタインは何が起こるかわからない、下手すると異世界に行ったきり戻ってこない。私には全く理解しかねることですが、まあカルデアですし、そういうこともあるのでしょう。マスターの安全を守るのも契約のうち。どうか大船、いいえ大リボンに乗った気で危険なバレンタインをお楽しみいただければ。おのれ、まだいましたか犬コロ。その鳴き声、勘に触りますね。生態のありなしで動物に差がつくとでも。というか、あなたにとやかく言われる覚えはありません。自分から牙をなくした犬コロらしく、カメラの外に引っ込んでいてくださいます。私ともあろうものがマスターの前で死闘など、これは冷静になる必要がありますね。ごめんあそばっせ、少々席を外します。もちろんそこの荒ぶる獣と一緒に。覚悟なさい、今日こそ決着をつけてやりますわ。冗談はほどほどにと笑いたいところですが、あの犬コロの反応は尺に触りますね。私からのチョコですね、もちろんバレンタインですもの。カルデアのマスターにふさわしい高級ブランドの一品をご用意させていただきましょう。後ほど梱包してお渡しいたしますので、それまでしばしお待ちいただければ。今日はぐいぐい来ますのね。私の手作りですか。もう用意はできますけど、その場合私のプライベートを使うことになりますので、その普段の契約とは別サービスになりますが、よろしいでしょうか。ノータイムの決断ありがとうございます。それでは。人生一回分の興奮体験、私のチョコを買い取るための資金調達、夢のプレシャスフロアにご案内いたしますわ。建設途中のカジノリゾートにようこそ、カルデアのプレイヤー様。手作りチョコをお求めとのことでしたが、私のそれは直にして国家予算に匹敵するもの。どうあがいても1階の研究員に支払える金額ではございません。私も残念ですが、ビジネスパートナーとしてここをお友達価格にすることはできません。
ですが、それではイノベーターバニーの名が廃るというもの。見果てぬ夢だとしても、その夢が実現可能な手段をご提供する。それが私ども、NFF サービスの経営理念です。はい、勝っても負けても私が得をする夢のような換金システムです。と、そこまで理解が早いのでしたら、あれこれ説明するのは野暮というもの。ここではあなたはマスターではありません。一攫千金を求めてチップを握る挑戦者。一回のかも、失礼、果敢なプレイヤーになったのです。フロアは貸し切り、外の時計の針も止まったまま。チップはプレイヤーの時間と欲望を換金いたします。どれほど負けがこもうと、諦めない限りゲームセットはありません。目標金額は、そう、あなたの人生1回分が良いでしょう。どうぞ心ゆくまでお楽しみください。カジノオーナーとしてその奮闘を見届けさせていただきますわ。飽くなき挑戦はこうして始まったのです。勝利、敗北、奮戦、挫折、勝っては負け、負けては勝ちを繰り返し、現実時間において何百日にも及ぶゲーム体験は彼女を超一流のプレイヤーに鍛え上げたのです。手には生涯賃金に匹敵するチップ、胸にはやり遂げたものだけが持つ充実感。まさに幸福の絶頂、最高のフィナーレ。これはもうチョコの用意をするしかありませんね。カジノにいたディーラーは皆敗退。プレイヤー様にはもう勝てないと揃ってバニースーツを脱いでしまいました。ディーラーがいないのでは場はならず、これ以上のゲームはできないのですが、まさかこのまま面白みもなく終わるなどと思ってはいませんでしょう。あなた様が積み上げたそのチップとチョコを交換することはたやすいですが、それではこれまでの苦労が報われません。交換などしたくはない。チョコもチップもすべて欲しい、そう思われているのではありませんか。そうでしょう、そうでしょう。人間の欲望に果てはなし。薪として貯めた資源であっても、いざ使うとなると惜しくなってしまうのが。素直にチョコと交換するのですか。今そこにある生涯賃金が惜しくはないと。申し訳ございませんが、この商談はなかったことに。
あなた様の人生に見合うほどのチョコレートを作ることは私には不可能です。商品がない以上お代をいただくわけには参りません。そちらのチップ、あなた様がこのカジノで浪費した時間は返品させていただきます。せっかく何百日も付き合ったのに最後の仕上げを見誤ったのは痛手ですが、まあそれはそれでこの先の楽しみができたと捉えましょう。それでは元の健全なバレンタインにお帰りください。今日のことは私たちだけの秘密、くれぐれも他言無用でお願いします。